こうやって持っても片手でいけるんだけど。おすごい。すごい。私そんな力あるわけじゃないけど、はい、本当に楽です。いやでも使いやすいですよね。使いやすいです。はい、楽しいです、ね。あ、これスペースだ。よかった。よかったよかった。あ、でも熊谷さん、はい、初めてですごかったですよ。なんか、はい、楽です。マキタの新型の草刈り機を買いました。 MUR195 となります。こちら単純にですけどスペックだけを見ると家庭用の草刈り機の最高峰、あとはですね業務用の草刈りでももしかするとスポットでね使えるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。特にねあの業務用で使う場合ですけど小型のあの 18V のバッテリーですよね。たくさんあの製品が出てるマキタのバッテリーが使えるというところがかなりこれね魅力的なんじゃないのかなと思ってます。今からですね開封組み立ての方を行っていきたいと思います。はい、これ全てのものとなってます。でここに工具があるんですよね。でこの工具で全部組み立てられるそうなのでやってみたいと思います。はい、それでは調整の方を行いました。手をこのような形で押さえた状態の時に刃がですね平行になる形が一番ベストなんですけど、私ねちょっと身長高い方なのでなかなかこういう標準の草刈り機であの平行になることは難しいんですけど、まあほぼ平行とはまあ平行ですから若干斜め前ですけど、このような形まであの調整の方を行ってください。この振りやすい調整っていうものをうまくやらないとものすごく窮屈な姿勢で草刈りをすることになりますので、これね結構大事ですので、あの皆さん必ずベストポジションまでねあの追い込んでみてください。これバッテリーも含めてなんですけどものすごく軽いです。振りやすい、いいなこれ本当にすごい軽いですよ。家庭用途であればエンジン式よりもこちらの充電式の草刈り機の方をおすすめしたいと思います。これボンっていう始動一発なんですよ、スイッチ一つで。エンジン式だと何回もこうスターターを引かないといけないということがあるので、そういった意味でも充電式かなりおすすめです。あれエンジンかからないんじゃないかっていうね不安もあったりします。あとはエンジンのかけ方どうなんだろうって、年に数回しかねやらない人ね特にそういうことも起こります。あとねエンジン式だとねフィルターの交換であったり、あるいは消耗部品もそれもあの全て交換になりますので、そういったねちょっとしたメカの知識ですね、そういったものが必要になるので、充電式はねそれがないので便利です。充電式の場合はこれね終わったらしっかりと掃除をして、きれいにすることと、あとはこの刃の先端ですね、先端にあのグリスアップといってグリスを注入することができるので、それさえね怠らなければ大丈夫です。マキタではねあの30時間に1回行ってくださいっていうのはあの説明書に書いてあるのでその通り行ってください。それでは旧製品の MUR190 シリーズと、あと他のですねマキタの製品とこちらの新型どういう風に違うのかをちょっと見ていきたいと思います。まずはあのモーターがですねこちらの新型から後ろになったんですよね。その前のモデルがフロントモーターといって重いモーターが前にあったので、まずこれ持ってみてめちゃくちゃ軽いです。こんな軽いのっていうぐらい軽いです。これしっかりとやっぱり合わせないと前がやっぱり左右に振ってるとき重くなるのかなというふうに思います。ちょっとね左右に振るのが重たかったです。この辺のあたりね、この新しいモデルになってから左右に振るのがどれくらい楽になったかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。あとはあのマキタシリーズ全てなんですけど、この手元のところで全自動モード、楽々モードというものがあるんですね。でこれを楽々モードすると結構ねあの力の弱い機種だとあの上がり下がりするんですよ、回転の速度が。で上がり下がりすると結構音がするのと、
あとはなんかそのタイムラグっていうんですかね、アイドリングストップの車なんか思い出していただければいいんですけど、若干ねなんかこうラグがあるっていう感じですかね。そういったのがねちょっと煩わしかったんですけど、この新型に変わるとこの楽々モードどういう風に変わったのかなっていうところもちょっと見ていきたいと思います。これ新型になって一番嬉しいのが、刃の回転スピードを無段階でこう調整することができるんですよ。今までっていうのは低速、中速、高速の3つのモードしかなくて、その中から選択したんですけど、本当はね低速と中速の間ぐらいのスピードがいいんだけどもっていう時にそれができなかったんですけど、今度からは自分でこう好きなように無段階で調整できるようになりました。これね本当に素晴らしい機能だと思います。もうね全てのマキタ製品というか全ての充電式草刈り機にね早くこれ導入してほしいですね。他の他社メーカーでもなかなかねこの充電式のタイプでこの可変式ってないので、これはねかなりすごい進歩だと思います。あとはこの新型からこの安全カバーですね、草の飛散防止用のこのカバーの形状が変わってます。簡単に言うと今ここから見ただけでも絶壁のように、普通もっと湾曲してるんですよね。でなんかこう構造上的にもここに詰まりやすい感じがするんですよ、草が。これはねかなりつるんとしていて草が詰まりにくいと思います。これの旧タイプっていうんですかね、以前までのモデルってどのモデルもそうなんですけど、結構ね草に詰まりやすい構造だったんですね、このマキタのその草刈り機の安全カバーって。それがね多分これだとね詰まりにくいんじゃないのかなっていうふうに思うので、これねかなりいい進歩ですね。ちょっと楽しみです。これは握ってるトリガーを回転中に離すと刃が止まる構造になってます。これねエンジン式だとぐる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 回り続けて危ないんですけど、充電式のこれはね止まるからね結構これ安全です。あとはキックバックと呼ばれる刃がですね自分の意図した方向とは逆の方向にビューンって飛んでいく現象があるんですけど、マキタの製品ですけど止まります。そこも素晴らしいと思います。とってもね安全だと思います。今回は宮城県富谷市にある競り農家さんにお邪魔しています。この場所がですね今耕作放棄地ですけど、一大セリ産地にするそうです。重くない。重くないですか、うん、結構草刈り機って重たいんですけど、なんか片手でっていうか、なんでしょう、こうやって持っても片手でいけるよ。おお、すごい、すごい。私そんな力あるわけじゃないけど、はい、本当に楽です。あ、よかった。じゃあ今からあと草の刈り方なんですけど、草を刈るときに右から左にこう刈っていくんですね。ずっと右から左、左から右には戻すときに刈らないんですよ、草を。これなんでかっていうと、刃の回転向きが左向きになっているので、右から左に刈ったときが一番刈れるんですね。で、逆に、左から右に刈ったときに、万が一、なんていうんですかね、障害物があって、その障害物に当たると、こう、バーンってなんかなんて言ったらいいんですかね、キックバックっていう業界用語があるんですけど、刃が変なところに飛んでいって、万が一皆さんのところに刃が飛んでいくことがあるので、必ず右から左に刈るっていう。で、はい、で刈る時も刃の上から半分の左側のこの4分の1で刈るようになります。はい、こっち側はもうそこ当たると変なところに飛んでいくので、こっち側は絶対使わないで、あと下の方は逆に草が巻き込んでここに絡んできたりするので、本当にこの 上側だけ、よく9時から12時の間って言うんですけど、ここで刈るようになります。今から刈っていきますので、はい、こんな形で刈る、ゆっくりでいいので右から左に。
ちょっとプロ機種っていうんですかね、はい、一般的なその草刈りの現場で使うやつなんですけど、うん、さっきのとちょっと持ってみた感覚ちょっとどうかなって。はい、あ、うん、持てないことはないけど、はい、ずっとは大変重たいですよね。ちょっと重たいですよね、ね、うんうん、多分これをずっと振り回すと大変大変本当にですね、はい、まあパワーがあるんですけど、その分重さで結構大変なんですよね、うん、これだから向こうのあのこの草刈り機、さっき軽いって言ってたのは、はい、とっても多分刈りやすいんじゃないのかなと思うので、じゃあ今から買っていきましょう。はい、はい、上がこれ全自動モードになってるので、うん、上にして電源長押しですで入りました。はい、でトリガー握ってください、その両方。ちょっと待って、あ、なくなった、なりましたね、はい、でそれであの回転するので、ゆっくりゆっくり右から左、右から左で上の4分の1で買っていきます。じゃあ熊川さんどうぞ。もうちょっと下につけてもいいですね、刃を、はい、そんな感じです、はい、おー、はい、面白い、はい、後ろに下がりながら前に進んでいくんですね、ずっと前に、前にずっと。で、あ、そんな感じ。そうです、そうです。その、前の4分の1で刈るので。楽しい。はい、そんな感じです、ずっと。はい。どうですか、難しそうですか。あの、楽しいです。あ、楽しいです、よかったよかったよかった。初めての方でも良さそうですね、これ。すごくなんかもう楽しくて、あ、楽しくて、あ、楽しくなっちゃいました楽しくなっちゃいましたうん、なんかね、軽いから。あ、軽いから、これもっとほら下の方にと もうちょっと枯れるんだよね。はい、いいですよ、下の方、はい、あこれはなんか集中しちゃいますね。集中しますよね、うん、はい、中にはなんかストレス解消だからやってるっていう人もいるんですよ。そう、あの解消になってます、今私。あ、今いろいろなことをなんか解放されている。めちゃくちゃ面白いですよ。あ、こんな綺麗に取れるのね、こうやってやると。じゃあそこの前ぐらいまで行ったらやめましょう。あー、楽しい。ですね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい。楽しそうです。楽しい。あ、でも熊川さん初めてですごかったですよ、はい、あ、そうですか、はい、すごくね、なんか、はい、楽です。草刈り初めてですか。初めてではないです。初めてではない。エストニアね、なんかのいっぱい土地があって、はい、おばあちゃんのちょっと手伝ったりは、はい、飼ってたんで。え、マキタの使ったことある。え、マキタの使ったことある多分マキタだったと思うんですけど。多分マキ、え、マキタってワールドワイドなんですねすごい、エストニアでも使われてらっしゃいます、マキタ。ウィジさん、日本語バッチリだから全然大丈夫ですよね。すごいですよね、日本語これだけ上手で、ね、エストニア、英語、日本語、ね、日本語ワンでも、何でも、フランスも勉強中。じゃあ草刈りもちょっと勉強してって。してあ、でもね、本来のあの塗装業もありますからね。今日塗装業の傍らも来ていただいてますからね。ありがとうございます。慎重があるんだ。慎重のでですけど、はい。あ、でもこういう感じ大丈夫そうですね。やっぱり草刈られてますねちょっと慣れてる感じします。本当上手ですね。ちゃんと枯れてますね。すごいです。
はい。はい。一回刈ったら。私と一緒に草刈りしませんか。ナンパしてしまった。スタートしちゃった。はい。ナンパしちゃったって。ありがとうございますね。はい。当然。いかがでした？なんか上手でした、まずその前に。いやでも使いやすいですよね。使いやすいです。はい、そうですね。もう自分もすごい久しぶりにやったので、はいはい、それでももう本当に簡単にできる感じですね。簡単にできます。うん、重さどうですか？軽いですね。やっぱ片手で全然持てますね。うん、多分あっちのすいません重たい方も持っていただいていいですかね、後で。はいはい。ありがとうございます。はい、どうですか持って。やっぱりこっちの方が重いですね。重いです。ちょっとでも一回いいです。せっかくなので。はい、あでもすごいですね。ちゃんと速くなってもわかりますよ。クロックの方がやっぱ速いんですよ。はい。でも体に合ってないからちょっと大変そうにしてるんですけど。はい。というのと歯の大きさも大きいんですよ。こっちの方が。あとはスピードもあるので、やっぱり速く刈れるんですよね。スピードは全然違うと思います。やっぱりこっちの方が速く刈れますね。いかがでした？こっち。重いですね、こっちの方が。重い。多分この、はい、ちょっと位置が低いのもあって、あですよね。それ、すみません、私の体に合わせるので合わなくていいんですけど。そうですね、でも。やっぱりあれは軽いですね。軽い、はい、こっちだと多分疲れるんじゃないかなと思う。だいぶ、はい、今もちょっと来てますね、はい、あ、来てます。あ、多分こう持ってたからっていうのもあるかもしれないんですけど。ちなみにじゃあこっちの草刈り機とさっき使ったあの軽い方どちらがいいですか？はい、軽い方がいいですね。あ、そうですか。もう長くできそうなので、はい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 、こっちもすぐ疲れちゃってちょっと今起きたくなるかもしれない。なります。わかりました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。さっき言ってたんですよ、音とかどうですかね？ちょっと静かです。あ、うん、結構あのエンジン式とかと音もすごいんですよね、うんうん、ここ田舎だからいいんですけど、割とあの町場とかに行くとあのエンジン機がうるさいんだよっていうのもあるので、うん、多分これ住宅地でやっても大丈夫そうですかね。どうでしょう。そうですね、なんかカエルの鳴き声とかも、はい、そんなにかき消さない感じでちょうどよくリラックスできました、はい、ここ確かにあの、はい、カエルの音すごいしますけどかき消さないですよね、うん、そうですね。で、あの、何でしょう、腕が痛くなるっていう感じは今短かったからしなかったんですけど、はい、長時間っていうかやってもいいかなっていうぐらいの、もう今すぐまた借りたくなってます。そうなんですね。ハマってしまった。確かにあのいっぱいあのあれなんですよね。18V のバッテリーあのあられるんですよね。会社の方に。はい、あります。買ったらいいんじゃないですか。本当に買っちゃおうかなって。あの会社でもあの事務所周りとかの草刈りにいいのかななんて思ったんですけどね。そうですね、とっても。そしてあの今女性も増えてきてますので、はい、まあ、みんなも一緒にできる、参加できるのが、はいはい、楽しみだなと思いました。 ありがとうございます。はい、プロ用のものを使ってて、はい、やっぱちょっと腕が疲れる感じはあって、うちは全然そういうのがなくて、うん、いい感じです。でも皆さん本当あのご協力ありがとうございました。とってもいいあの草刈り機の紹介になりました。あとあれですね、皆さんのあの展望もありますよね。この後ろの今緑になってるこの部分、はい、ここはセリは今宮城県ではすごい特産物になっている、とっても美味しい、ものすごい風味の強い、はい、根っこもぼわーって長い、どれぐらいだろう、大根ぐらいの根っこにしようかと思うんですけど、なんか熊谷さんぐらい根っこ長くなりそうな気がするんですけど。すごい。ここ私も草刈りさせてもらえたら嬉しいなと思います。これからこういう牧田の機械たくさんもしかしたら仕入れるので、その時使わせてもらってもいいですか？いいと思う。
熊谷さん、さすがありがとうございます。その言葉待ってました、本当にって。私の仕事場も決まったので、本当ありがとうございます。ということで、牧田の10年式草刈り機 MUR195 でした。本当にありがとうございました。どうも。ありがとうございました。ありがとうございます。まだね、電池もね2個残ってんですよ。もう休んでもいいかなと思うんですよまあこの機種自体がね電費いいのもあると思うんですけど、いやなんかいいですねこれは。この 18V 機種でこれだけ枯れるっていうのがすごかったです。俺かなりおすすめしたいですね。本当に本当にこの機種いいな。